皆さん、こんばんは。中島です。ですね、私はですね、今ね、名古屋って言ったら怒られるのかな、なんか私はどこどこです、私はどこどこですって結構名古屋の方って自分のこういる場所を結構限定されて主張される方も多いんですけど、豊橋にいます。豊橋というところにいます。でですね、ご覧の通り珍しくこうやってこうデスクワーク事務作業をしているんですけど、まあ最近ですね、こう私自身がずっと iPhone 一本で来てたんですけど、もうね、情報量が多くなりすぎてるっていうのと、あとですね、バグるんですよね iPhone が。この iPhone を、この今使ってるものを1年未満の間に3回公開してるんですよ。もうね、すぐバグるんですね。もうこれは私たちみたいな体質の人のもう嫌なところでもあり、大変なところなんですけど、こうエネルギーがこう強すぎて、こう結局これとこれってリンクするもんだし、私もこうリンクさす人なので、なんかどっかでハレーション起こすみたいで、まあ、もうニッチもサッチもいかなくなってるような状況なので、まあ、基本的には私はこうあんまり大きなスクリーンを見るとかっていうのが私自身としては良くないんですけど、もうとうとうですね、ちょっとこう iPhone の大型化みたいな感じで、すごい贅沢なパソコンの使い方をしてます今で、つい最近パソコンデビューしたとこなんですけど、そんな感じで、ちょっとこういう風景からも今日撮ってみたいなと思いました。で、まあ気がつけばもうこんな時間になっているんですけど、最近本当に時間経つの早いんですよね。特に早いです。皆さんもそう思われませんか？これね、本当にこの数日後とかに結構またガラリと変わる。まあ表に出てくるのはもうちょっとあの後かもしれないけど、本当にこうガラリとこう下のあたりがどん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 ふつふつ湧いて変わっていくっていうような瞬間が来ております。ですからもう本当に時間の経つのもさらに早いっていうような現象ですね。感覚的にそんな感じになっております。ということで、明日の一日にしまほうですね。明日は2月の25日でございます。2月の25日2月の25日のお月様のメッセージは、ウラヌスでございます。ウラヌスというのは別名ね、闇夜っていうような意味もあります。ということで今日はちょっと夜に撮ってみたんですけど、昨日は満月、今日はあれです、満月パワーの後のウラヌス、明日ウラヌス、ね、闇夜、夜、こういう意味があります。でその闇を突き抜けて天空に抜けてこう自由をつかもうとかっていうような意味があるので、今日はこの夜の間にちょっと撮ってしまおうかなと思いました。で私はまあ明日、名古屋市内に移動しますので、明日はどうかな、どっから撮ろうかな、ちょっと考えてますけど、明日はそんな感じの日です。で共鳴カラーはまた引き続き黄色なんですね。こうね、活力を必要とする時っていうのはやっぱりね、黄色い色をすごく欲しますね。オレンジはなんかね、こうね、心の活動力みたいな感じなんですけど、イエローはやっぱり体の活動力とか、そういうのをこう必要とする時にこう色として降りてくる感覚になります。であと魂に訴えた方がいい色っていうのは白ですね。これはもう昨日と同様です。で、意識した方がいい数字は7でございます。7です。7という数字はある一定度のちょっとね、節目みたいな感じの意味合いもありますので、もしですよ、この満月の最中にうわーってなんか吹き溢れちゃって、あんなこと言う、ワンホーが良かったなとか、
え、あんなことなんで言っちゃったんやろうとか、なんでしちゃったんやろうとかって思って、ちょっと今日後悔なんかしてる人はぜひもうあの勢いでごめんとか、悪かったとか、ちょっと言ってみてください。口に出して表してみてください。そうすると意外とストーンとうまくいっちゃうこと多いかなと思います。てな感じで、今日のところは終わりたいと思います。じゃあまた引き続き明日もお届けしますので、お楽しみにお待ちください。今日も一日良き日となりますように。